土佐を脱藩して1年、坂本龍馬は今斎藤はじめの偽名で京に潜伏し、覆面の男を追い続けていた。手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が三風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。すべては吉田東洋の敵を討つため。苦悩の末、龍馬が選んだ道は斎藤はじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても。ちょっとどないしたん、大声出して。お客さんがびっくりしてしまうやないの。おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり。新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が利くらしいじゃねえか。ああ、確かにそうらしいけど。それにあそこは浪士の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの、あんた宿代のために人切るんの？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂押し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂押し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の老子組には最初局長が二人おったな。今の局長さん、近藤勇ともう一人、芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢かもはどっちが偉いかでいつも言いがみ合うてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさんぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か、随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん、剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。ちょっとはじめさん。なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いが、もう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん、これ以上話しても
時間の無駄だ。あれで結構頑固なとこあるんやな、はじめさんも。इस गेम की स्टोरी बहुत सही है, मतलब अच्छी है। मैं दे रहे हैं तो खाली क्यों है ये? ओ, मुझे भी लग रहा है टेंशन नहीं है इसलिए तो बहुत खाली है।何？
भाई कितना हार्ड ही है। どうぞ見てってください。
इतना चला मैंने इतना चला रहे और सॉस दे दे いいパールだおっとだがケイスケア久しぶりとちゃうお待ちでるじゃないおっと頭おかしいんちゃうか今月きついねんけどここか。ご用件は入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよそうですか、それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。
それが新選組っちゅうところへ。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないした。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことか。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手した。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ、せえ。長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強ない奴は遅かれ早かれ殺される。
強いやつだけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だが、あんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん？いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからには、もっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は？斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いなあ、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう、今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの理心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。納得いったか、掃除。何も言えや、こいつ。そこまでだ。副長、
新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ、長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ？このような場所では何です。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか？二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。ふん、奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の李神流はどうやった？まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢かもか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあ、お前は知らんでもよいことや。俺もつまらんこと言うから。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか？いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。